広島は8回から岩村を7番マウンドに上ります。西武は大崎からの攻撃、その大崎がまずはヒットで出塁します。この後西武はヒットとフォアボールで満塁のチャンスを作ります。バッターは9番を迎える場面。さあこの辺りで一気に押せ押せムードに近い西武、ここはショートゴロ、6、4、3のダブルプレー。この間にランナー1人がホームインして1点を返し、3対2、西武は1点差とします。さあ西武は8回から大石がマウンドに上りました。広島の攻撃は2アウトランナー1塁でバッターは菊池。3球目どうだ、左中間スタンド、スタンドイン、第4号のツーランホームラン。ここで広島が5対2と再びリードを広げます。試合はこの後西武が9回にもホームランを放って1点を追加しましたが、ここまで広島が5対3で西武を破りました。